1という戦いですからね。さあこれでゲーム差1に迫ったというこのホークスの今日のゲーム振り返ってまいります。先発山本由伸、その立ち上がり先頭バッター明石がこれはしっかり捉えて第5号先頭バッターホームラン、1点先制のホークス。その後ランナーセカンド今宮、バッター柳田フォークボールを捉えてライト前タイムリーヒット、2点先制のホークス。本人もね、初回ちょっと力んだっていうコメントもありましたけどもね、一方ホークス先発はまだランナー置いて初回吉田正尚左方向、このボールが伸びていってホームラン第27号、同点にバファローズが追いつきます。そしてゲームは4回ランナー二塁三塁というチャンスはホークス、アウトカウント一つ、バッター中村晃、ここはフォークを続けて最後はまっすぐ、絶好のピンチ、絶対のピンチをね、抑えるところはさすがでしたね。そしてツーアウトになってマスターはカーブで打ち取った山本、ホークス得点を上げることはできません。ただ6回です、先頭バッターグラシアにストレートのフォアボール、ここはもったいなかったですよね、はい。まあ、その後もボール先行の中でこのボールを捉えた柳田、この柳田悠岐の宇宙間へのタイムリースリーベース、今の見たと見返すストレートですね、やっぱりちょっと置きにいってる感じはしますよね、はい。さらにツーアウトの中村がセンターへこのタイムリーも大きかった。これで4対2勝ち越しに成功、7回です、先頭バッター回に対してスライダーを2球続けたんですがレフト前、明石がここは送ってランナーセカンド、このアウト1つを取って山本がマウンドを降ります。結局今日は6回の3分の1、180、そうですね、球数も考慮しての交代かなと思いますね、はい。その後山田がマウンドに上がるんですがグラシアル、この一発、そうですね、ここですよね、初球スライダー投げたと思うんですけど、その後3球4球ストレートをつけたんですよね、一番手が伸びるところに最後来てしまったのかなと思いますね。これで6対2、4点差、しかし7回バファローズもランナー2塁1塁でピッチャーモイネロに代わってバッターは宗佑磨、ここはしっかり捉えて右中間の真ん中、ランナー2人がホームに帰ってきます。モイネロ選手もね、はい、普段の力ではなかったと思うんですけど、よく打ちましたよね、6対4、さらにここはドメロがライト前タイムリーヒット、1点差6対5、さあなおもランナー満塁まで行ってバッターモヤというシーンではあるんですが、最後はこのカーブを杉田とモイネロもなんとか踏ん張りました。9回の表ホークスはランナー2アウト2塁1塁、澤田がここはデスパイネに対して高めのボール振らせました、三振、このピンチを出します。そして1点差のまま9回森が2アウトまで持ってきて中川はセカンドライナーで試合終了、6対5、1点差のゲームをホークス取っています。ライオンズのゲームとは1ゲーム、バファローズはあと1点が届きませんでしたという今日のゲームでした。大前さん、はい。